ゲストで呼んでいただきました。ありがとうございます。もうね、本当に大好きなね、2人のファンマンにも呼んでいただけて本当にもう幸せです。ね、うーたんはね、結構何、姉同士で分かり合えるところがあって、なんかね、お姉ちゃんはこんなになんか妹に尽くしとるのに、なんか妹はちょっと振り向いてくれみたいな、ね、話をね、そうしてね。でね、リンリンはもう人懐っこいじゃないですか。かわいいね。でも最近ちょっとね、ツンデレなんですよね、リンリン。私に対して。まあ、かわいいんですけどね、そういうところも。まあね、そんな、もう大好きなね、2人の、活動をね、まあ、これからももちろん応援していきたいですし、まあ、また一緒にね、同じステージに立てたら嬉しいなと思ってます。よろしくね。よろしくお願いします。はい、今日はもう一曲ソロがあるんですよ。ありがたいことに。はい、まあ、ちょっと定番な曲なんですけど盛り上がる曲なので、皆さんもうちょっとね、声出してもうちょっと前の方に来てもらえたら嬉しいな。はい、お願いします。